現在2カ所に分かれている嬉野市の庁舎を集約し、新たな庁舎を建てる計画について、今日検討委員会が設計案などをまとめた報告書を市長に手渡しました。今日嬉野市の村上市長に報告書を手渡したのは、新庁舎建設検討委員会の三島信夫委員長です。報告書によりますと、現在旧嬉野町と旧塩田町にある2つの庁舎のうち、新たな庁舎は嬉野庁舎を解体して建設、鉄骨4階建てで延べ床面積はおよそ5760平方メートル、総事業費50億円余りを見込んでいます。温泉街や塩立で見られるイグラ作りがモチーフになっていて、1階は南北の入り口を開放し、テラスや市の文化センターなど敷地内を自由に移動できるということです。まあ、めったなことでは行かなくてもいい、そしてですね、回らなくていい、そしてですね、欠かせないというですね、このですね、3つのですね、サービスによってですね、本当に皆さんがですね、快適にですね、この町に住んでよかったなという実感を伴っていただけるようにしたいと思います。市は新年度の当初予算案に建設費などを盛り込む方針で、今年12月に着工、再来年7月ごろの利用開始を目指しています。一方、塩田庁舎の活用についてはまだ決まっておらず、検討を続けるということです。